ーの、ちばー、皆さんこんにちは。まんちゃん、今日は東京にいるよ、はい、私たち、ね、代官山。今日は何かっていうと、最近あの我らがマルディの店舗が代官山にオープンしました。で、私は一足先に行ってるんですけど、まんちゃん行ったことないと思うから、今日はちょっとオープン前に店舗貸し切らせてもらって爆買いしちゃうぞ。今日のサイトマルディで、マルディです。まんちゃんもね、ほら見て、ファームコラボのマルディさんをしっかり背負ってきてありがとうございます。楽しみですね。で、私マジで買うから、はい、あの本当だって いつも入れないから店舗。そうですよね、もう人がいっぱいで、いっぱいで、でもあのまんちゃんもちょっと気をつけててほしいのが、うんうん、ここ1階店舗だけじゃなくて2階もあるわけ、うん、2階建て、1階しかないって思って2階行かないで帰られる方いらっしゃるらしくって、それはもったいない。そう、絶対今日2階も見てね。絶対2階行きます。で、私はマジで爆買いする怖い、ちょっとね、まんちゃんも買って、うんうん、いいよ、私が買ってあげるから、社長2人で爆買いしよう。やった、はい、購入。まずこの黒をゲット、買う。皆さんもう時間ないですよ。邪魔じゃあ早速入りましょう。あ、涼しいね、かわいい。もう欲しいの見っけた。え、もうもう見っけただからちょっと、はい、今日は私いつもこういう購入品、うん、あのお買い物企画の時時間が足りないと思って。そうですよね、いつも焦ってます、ね、いつも焦って。だ、今日は1時間もらおうと思って。1時間でちゃんとタイマーするから。そうですねぴったり1時間。これ過ぎたら買えないですからね。だから1時間以内レジまで終わらせないと。レジまで終わらせるの？レジまで考えてやんないと。そうなの？はい、ダメですよ。じゃあ行くよ、スタート。ピッ、よし、まんちゃんお買い物するよ。私狙ってたやつあったんだ。うん、早速このさ、かわいいかな、このメガネ欲しかったの。しかもさ、カラーバリエーションやばくない？じゃあサングラスとでしょ、うん、でしょとか言っちゃって、欲しかったんだもんこれ。狙ってたやつ、狙ってたやつ。でもさ、このサングラスバージョンと普通のグラスバージョンと形が2種類、悩む。このね、この丸いやつも可愛いんですよ。ちょっとこのブラウンとか、あ、でもピンクとかも可愛い。どうしよう。余裕新鮮で、なんかこんな感じから始まってる。でしたね、当たり前、そうさせたのはあなたたちだから私に時間を与えないあなたたちだからね勝手に撮っといて、インサートね、かわいい。え、似合ってる。アソロで買っちゃう？え、これいいですね。ね、リングバッグとかってあるんですか？あるでしょ、それ。あ、カート？やめてよ、ここ。あるわけないじゃないのよ。何言ってんの、タガ。ね、どうしよう、まんちゃん悩む。あ、黒。か。え、そうなの？ピアスですね。ピアス？あ、本当だ。くるくるって回して外した。本当だ、ピアスみたいになってる。これは？はめ込むわけですね。どうしよう、どっちにしよう、どっちがいいと思う。馴染んでますね。うん、黒にします。おー、はい、黒だ。お願いします。ね、見て、かわいいね。なんか今季っていうか、今のマルディはピンクブラックが多いよ。でもそんなことなく、ネイビーとかさ、やっぱちょっとあのカラーで分けてる感じだよね、ディスプレイが。え、これってジャパンのあれですか、オリジナルっていうか。私も限定の。これだから今日本で来てる子すごい多いと思う。ね、ほら奥さんにお願いされてたんでしょ。めっちゃ可愛くない？あ、大会。しかもちょっとシルエットが後ろが長くなってて、うん、マルディの T シャツってボディの形がすごく、めっちゃ綺麗。スタイルよく見える。もう単なるビッグ T じゃなくて、ちゃんとあの形が設計されてる。て、うん、かタガがこれ着ればいいじゃん。可愛いよ。なんか絶対、うん。なんで今日マルディ着てないの？なんかバラモチーフ多いね。多いですね。そしてほら、トレーナーも出てきたよ。秋を迎えるよ。かわいい。
やっぱマルディといえばお花だよね。ちょっと一通り見てから最後ピックアップしていきますからね、私。で、このダックスちゃんって名前なんて言うんですか？ダンジちゃんです。ダンジ。なんかダックスモチーフもやっぱ多いよね。このチュールベアも可愛いね。このだから重ね着の提案、はい、こういうのも好き。可愛い。でも太鼓さんっぽい、この形好き。っていうかスタッフもさ、うちさ、みんなおしゃれしてくれる？なんかさらっと、あ、なんかスタッフ、マルディとか来ちゃってんの？そうだよね。さすがだね、サイチャンネル。はい、購入。はい、購入。これ自腹。これ自腹。これなんかすごくない？え、着てそう。セットアップなんだ、しかもね。すごい。え、素敵じゃん。全然サイズもいけそうだし。え、いいじゃん、まんちゃんそれじゃない？かーわびかう黒バージョン、黒パープルバージョン、あ、かわいい。スウェット地でこのなんかバルーンミニって珍しいね。なんかこのクローバーも新しいモチーフなの？あ、本当だ、マルディって書いてる。気づかなかった。ブルーはもうなんか見ちゃいますよね。見ちゃう。この辺のちょっとキツネみたいなのが、ね、かわいい。なんかしかもデザインもちょっとそれテンションがいつもと違う、このなんか生地感もすごい好き。赤ゾーン、あーね、かわいい。グレーに赤かわいいね。ねえ、どうしよう。なんか同じ T シャツでもさ、色違うと可愛くって欲し、なんか買いたくなっちゃう。同じデザインなのにっていう。これ一周奈良市で見てぴゃぴゃ買っていきたいと思っております。我まんちゃんの2階もありますからね。2階もね。残り時間、あ、あと45分。いいペースで1階を終えたと思いますけども、ちょっと2階に行こうじゃないですか。2階がここの階段を上がっていく。急ぐよ、私たち時間が。シンデレラ、お邪魔します。こんにちは、こんにちは。靴下、もう空間のリアクションなしですから。こんなに変わってるのに一切触れずT シャツゾーン、ね、かわいいレインブーツ、ここにもうマルディを感じるという、はい、かわいい。あ、見て、キッズとかめっちゃあるんだけど、かわいい。誰かいない？かわいい女の子、これくらいの女の子着せたい、着せたい。誰かいない？こっち合わせ、誰か子供いなかったっけ。あ、女の子誰かいないかな。危ない、危ない、危ない、おばさんが。あ、これはヘアバンドじゃない？なんかそう、スポーツラインのやつすごい気になってて。あ、ブラ。あ、こんなにカラーバリエーションあるの、え、すごくない？このラインナップ、ね、色味が全部かわいい。ちょっと買わないと。え、だからトレーニングウェアだから速乾性がある。え、すっごい。あと何分？もう語ってる間に40分。やばいやばいやばい。ちょっとここからは一人の時間を楽しもう。そうです。このね、短い系のやつ私欲しかったんだよね。ジムの時もそうだけどさ、あの普段着でさっきのオーバーサイズの T シャツと一緒に黒を履きたい。どれがいいか。これやっぱ2階は定番の商品が多いですね、うん、で見たことあるもんね。これサイズ展開があるってこと？ SML M かな。いやー、足明太子なの私。足明太子。明太子とは。足がからし明太子だから M かな。あ、でもウエストでかかったりする？ S？ まあ、足もうちょっとあるから。絶対。じゃあ S で。まずこの黒をゲット。そして長いのも欲しい。あ、ここにデザイン入ってんだ。今どこにマルディ感じられるんだろうと思ったらここでした。かわいい。あ、横に入ってる。どっちも欲しいな。でも色変えるべき。そんな何個も黒持ってたってね。ね、あとブ
ボトップ、このパターンとあっちのブラタイプがあるんだ。これも欲しい。これください。巨乳だから L かな。いやって言ったんだけど、ひまりなちゃん S ねえねえ、巨乳だから S S とかみんなそういう扱いしてきた。かわいい。右と左で違う。デザイン可愛いから欲しくなる。ね、可愛い。でもこのシャカシャカ着ないんだよな。着ないけどデザイン可愛いから欲しくなる。やばい。ここにインナー付き、これ。ドッキングされてる？すごいね。ランニングしないけど欲しい。どうしよう。これ色って。ピンクがいい。さすがですね。こうイメージを任せて購入につなげていくっていう、さすが。この私今回このスポーツ系のウェアを目的に来たから、これやっと入ってくれたと思って。ネイビーもいいな。こうしようかな。じゃあこのセットでかわいい。これでも合わせて着たいな。やりすぎ、全部やるの。普段つけないけどマルディだとつけたくなる。あ、じゃあそうします。お願いします。このカラーもかわいいな。そんないくつもいらない。でも週3で行ってるからジム、全部マルディに変えちゃえばいいのか。もう今持ってんの、ずっと着てるから3年ぐらい同じの着てるし、全部変えよっかな。これもお願いします。はぁ、幸せ。あれ、そっちもあんの。かわいい。買う、これと。だって毎日行くかもしれないし。もうアスリートだったっけ。ねえ、まんちゃんシャツいっぱいある。めっちゃかわいいじゃん。おソロで着ない？着たい。ねえ、でも こういうパターンもありだよ。今となっては。今となっては違うやつがいい。いいよ、好きなのにして。こっちのが好き。こっちのが好き。この。お、いいじゃない。いいんじゃない。じゃあ、これは。めくってもめくっても金太郎みたいな。ちょっと昭和を感じる子みたいでしょ。今のキノコ知らないかもしれないね。あ、かわいい。かわいい。じゃあこれ、ね、これってユニセックス。これは23か25くらい。じゃあこれは2個。T シャツもいくつあってもかわいい。欲しい。でも下にもいっぱいあった。なんでもレインブーツはまんちゃん。ちょっと履いてみていいですか。違うか、竹の…あ、ロングの。ロングってちょっと長め。あ、かわいい。え、どっちが…どう、まんちゃん。でも履きやすいのがショートなのかな、サクッと。そうだよね。このショートにしようかな、私。おしゃれだ、江面さん何色だと思う？お揃いで買ってあげようと思って。黒がおしゃれだ。喜ぶかな。喜ぶと思いますよ。使うじゃないですか。ね、そうだよね。下行くまんちゃん。皆さんレジも進めといてください。お願いします。オペレーションまで仕切りなしで。よし、まんちゃんラストスパートだよ。これもね、お願いして。で、こういうの見てみえない？かわいいよ。このさ、チュールのさ、欲しいんだよな。何色買うべきだろう。結構カラーあったよ。ピンクも可愛いよね。ブルーでもさ、可愛いね。なかなかないし、このカラー買う。もうみんな買い始めてる。あ、みんなどうぞご自由に。皆さんもう時間ないですよ。邪魔邪魔。やばいやばい。意外と合わせるとこっちが好きって思っちゃったけど、こっちだよ。かわいいよね。水
水色ナヌヌ水色パターン。はい、じゃあこれでお願いします。デニムも可愛いんだね。このラグランも可愛いな、やっぱ捨ておけない。これとこれで着てみていいですか？ちょっと合わせないと分かんない。うん、ちょっと一瞬履いてきていい？パンツどれが一番人気なんだろう。やっぱお花かな。定番のテントウムシやな。カブトムシらしいんです。え、テントウムシだと思ってました。本社めっちゃ確認したのが、カブトムシ科の中にこういう生き物がいるって。この写真も出てる。見たことない。絶対テントウムシだと思ってた。あ、かわいい。秋はもうマルディしか来ません。かわいい。それすごい、ね、そう、これなんかすごい軽いの。あれ、ワンちゃんかわいい。さっき履いてみちゃったんですけど色いっぱい。え、軽い。あ、ピンクかわいい。シルバーじゃない。ね、みんなも一緒に買っちゃうから入れちゃう。いいよ、もう嫁のも入れない。よいしょ。いやいやいやはい、これ、ピザのテーブル。あ、1時間終了でーす。でも帽子とかも、うん、終了です。終了です。なんか鳴ったっけ。鳴ったの。いや、なったら小物の時間じゃないんですそう、自分の株と座って横から、うん、頭ちっちゃいね、このカラーライン。あえてみたいな。あえてのアカネ。おお、かわいい、黒だ。頭抱えてるもん。頭抱えてる。これだ。じゃあ、まんちゃん。ちょっと待って、これ、ほんとに近くだ。どうした。こんな大きいのもあるんですね。なかなか出ない。こういうお客さんいっぱい出てきます。だってこの1時間後にはすごいことになってるよ、この店舗。人が確かに。でも今が一番すごいことになってると思います。間違いない。今日一のピークだと思いますよ。でも全部似合ってたから、うんうん、今度はぜひルック紹介もしてほしい。やりたいよね。確かに、うん、だってこんだけあるんだもん。時間が足りなくて、あのトップスばっかりでボトムスそんな買ってないから、また来ないとできないかもしれない。じゃあまたぜひお願いします。可愛いね。マイケットしちゃう。いや、気持ちよかいものでした。私もたくさん買ってもらっちゃって、うん、せっかくだからね、YouTube で来てもらって。そうですね、一緒にあの行きましょう。で、映らない皆さんもあのご購入されてたんで、しっかり T シャツはね、マルディ着ていただいて、うん、マルディチャンネルとしてこれからも、うん、はい、マルディチャンネルよろしくお願いします。4年目にして、はい、皆さんもね、楽しみ。みんな見てる方も気になるアイテムとか、いや、そうだよ、もう持ってる方もいっぱいいると思うので。そうだし、私たちの購入がどうたらじゃなく、普通に単純にマルディ見たいよって人たち多いと思うから、この店舗やっぱ人気だから入れないんで、うん、で、上もね、このトレーニングウェアとかさ、展開がすごい、うん、広くて、早い、うん、キッズも可愛かったです。キッズも可愛かった。そのうちワンちゃんとか、うん、確かに、ちょっとね、またコラボレーションしたいなーなんてちょっと思ってますよ。サブレもね、ね、ララもね、思ってます。今日は爆買いマルディの回でしたけど、はい、皆さんもね、もう夏終わって次秋来るから、ちょっとまたファッションをね、うん、あのチェンジしていって新しいの買って、私が自分にかけた掛け声のように、みんなも背中を自分で押してお買い物楽しんでてくださいね。はい、ってことで今日はマルティンの爆買いの日でした。ありがとうございます。